2006年5月4日付東行きなってきた大西洋航路とは北米大陸北東部とヨーロッパ西部とを結ぶ大西洋上の航空経路のこと。洋上ではほぼ無線基地局のない空白地帯が続くため正確な航空機の位置を把握しづらい。欧米間のように頻繁に航空機が行き交うような地域ではあらかじめ航路を決めておき、 航空機同士が接近しすぎないように排除されている。北、大西洋上では高度28,500フィートから42,000フィートの間を飛行する航空機に対して航路が設定されている。ナットへの侵入と通行は洋上航路管制官が管理する。指定される航路は向かい風を極力避け、追い風を最大限にできる曜日ごとに変更される。 このためナット上を飛行する航空機は燃費を最大限にしつつ最短時間で目的地へ到達できる。実際の航路の設定には様々な要因が絡むが特に重要なのはジェット気流でナットを再行する便は向かい風、反対に東行きは追い風を受ける。このため一般に西行きの方が東行きの便より所要時間が短くなる傾向にある。 経路の選定はシャンウィック会場管制とギャンダー。会場管制の2局が周辺の管制局や航空会社との調整の上行う。航空機は出発前に航空運航艦から航路の指定を受ける。航路は目的地、航空機重量、機種、風向、航空管制艦の経路設定を勘案して決められる。その後、航空機はナット侵入前に 洋上航路管制官に、ナット侵入地点への予定到達時刻を伝え、航路の割り当てを受ける。場合によっては、航路が混雑している場合があり、その場合には大体の航路が当てが割れることがある。一度航路の割り当てを受けた後は管制官の許可なしに、経路や高度を変更することはできない。ナットには、非常時のために、控えの経路が用意されている。例えば、 何らかの原因で航空機が速度や高度を維持できなくなってしまった場合には、ナットから外れ、ナット上の航空機からの距離を保ちつつ、ナットと並行して飛行するよう決められている。またナット上の航空機は乱気流などを避けるため高度や速度を変更した場合航空管制官にその旨通告することが義務付けられている。 GPS やルナブといった高度に広報の発達した現代ではあるが、それでも誤りは起こり得り、実際に起こっている。即座に危険につながるわけではないが、航空機同士の距離が規定の距離以下になってしまうこともある。特に混雑した日には、約10分間隔で航空機がナットに侵入する。TCS の導入により、パイロット自身が付近を航行する。 航空機の位置を把握できるようになったため、以前よりナット上での空中衝突の危険は減っている。大西洋上にはほとんど基地局がないので、パイロットはナット上の定点を通過するたびに定点通過報告と、2つ先までの定点への到着予定時刻の報告を義務付けられている。パイロットからの報告を受け、海上管制官は航空機同士の間隔を計算する。 定点通過報告は衛星通信か短波ラジオを通じて行われる。短波ラジオを使う場合には選択受信セルコルを用いる。セルコルでは小モードになっていた場合でも受信があった場合にはわかるようになっているので乗組員は常時ラジオを聞いている必要がなくなる。さらに自動受動監視システムが搭載されている場合には音声による定点通過報告は 必要なく自動的に定点報告が送信される。この場合シーカルによる定点報告は会場に侵入する際と周波数が変わった際のシーカルの動作確認としてのみ行われる。これは自動受動監視システムが故障した場合の予備としてセルコレを用いるためで通常の定点報告は自動受動監視システムが行う。ナットを通行できる。 航空機の数は RVSM を使用して、各航路の高度の幅を詰めることで増やせる。加えて2004年6月10日より、全極的平行航路法が導入され、各航空機を水平方向にずらすことで、空中衝突の危険を減らしている。景気不良で高度を誤ってしまったり、乱気流で高度が変わってしまった場合にもナット上の他の航空機に衝突しないようになっている。 ナットの基本経路か、それより1回り右、ギ、2回り右のいずれかを航行することになるが、航路の選択はパイロットが決める。ナットは1日2回向きを変える。日中は西向きに航路が設定され、夜間は東行きとなる。これは一般的な航空会社の時刻表に合わせたもので、通常、北米からの便は夜間に出発し、ヨーロッパには朝に着くようになっている。西行きは、 ヨーロッパを日中に出発し、北米には午後遅くに着くようになっている。こうすることで、ヨーロッパ行きは夜間、北米行きは日中と効率的な運用が組める。航路は様々な要因を加味して日々変更されるが、一番の決定要因は天候である。日々経路は設定し直されるが、ナットへの侵入、退出の定点は決められている。侵入、退出地点ごとに、 複数の経路が設定される。西行きの航路は、整形30度地点で11時30分から19時の間有効で、一番北を走る航路から、A、B、C の順に航路名が付けられている。東行きは、整形30度地点で1時から8時の間有効で、一番南を走る航路から、Z、Y、X の順に指定される。点は有名と、 経度の組み合わせで指定する。連邦航空局、ナブカナダ、ナッツ、JAA の各局がノータムを1日ごとに発行し、経路と高度を指定する。最新のナットは以下で確認できる。オンラインコンコルドはナットとは別経路で飛行した。これは、巡航高度が4万5000フィートから6万フィートで、最大巡航高度が高かったこともあり。 ナット状の航空機と干渉することがなかった。この高度では天候による影響はほとんどなく、コンコルドは毎日同じ航路を飛行した。西行きの航路にはシエラマイク、シエラオスカー、東行きの航路にはシエラノーベンバーの通称が与えられていた。また、英国航空のヒースロー空港、バルバドス間の季節便にはシエラパパの別称があった。ありがとうございます。